1日1時間のエントリーで10万円以上安定した利益を獲得可能。誰でも無限に口座残高が増えていきます。バイナリーオプション歴半年の松井さんは2級30万円の利益。この手法を3ヶ月間使い続けた結果、脱サラ達成。今では毎週のように旅行に行かれています。そんな利益率抜群な今回の手法、同じ結果を出すためには私が生み出した設定数値がマストになります。受け取り方法に関しましては、この動画にコメント、そして YouTube チャンネルの登録と高評価、そしてこの動画の概要欄から私の LINE を追加していただき、親子丼と漢字3文字で際どくてきてください。あなたにとって有益な情報を最速でお伝えさせていただきます。こんばんは、元銀行員トレーダーのかなこです。じゃーん、見てください、この間餃子と親子丼を作りました。あ、一食でこんなに食べたわけじゃないですこの日は雨で一日中引きこもってたので、お昼は親子丼、夜は餃子って感じで作りました。めちゃくちゃ美味しかったです。皆さんは最近は何作りましたか？よかったら手料理の写真とか何作ったよとかコメント欄もしくは LINE で教えてください。あ、ちなみに LINE を先週の土曜日に新しくしております。前のは使えなくなってしまいました。新しい LINE を登録していない方、新しいかわからない方、概要欄に新しくしたものを貼ってあるので、新 LINE はこちらからの箇所をタップし追加お願いします。あと数日で名前変えれると思うので、プレゼントは外そうと思います。少しの期間だけこちらの名前の表示でよろしくお願いします。はい、では早速本編に入っていきましょう。冒頭の内容を聞いていただいた上で、日給30万円誰でも獲得可能、そんな手法私でも使いこなせるのかな、そもそも無限に口座が増えるってどういうこと、などなど疑問に思った方いらっしゃいますよね。先にお伝えをすると、手法迷子の方でもマイナス続きの方でも、今月取引始めたばかりっていうバイナリーオプション初心者さんでも、とっても簡単に再現ができるので挑戦しやすい手法となっております。しかも MT4 にもともと入っているインジケーターなので、ダウンロードする必要も導入手順の時点でくじけてしまうこともありません。はい、それではこれから順にお話をしていくので、絶対に飛ばさずにこの動画を最後まで見てください。そしてこの手法を使う上でインジケーターの設定数値がとっても重要になってきます。ここで適当な数値を入力したりとか誤った数値入力してしまうと、今回紹介する手法は成立しなくなってしまうので、こちら必ず注意をしていただきたいです。数値に関しては動画でお話ししているキーワードを概要欄の LINE から追加していただき送ってください。次に数値をお伝えします。はい、それでは早速今回の手法で使用するインジケーターなのですが、すでに画面上には3つ表示されております。短期移動平均線、 CCI、フォースインデックス、この3つを使用していきます。はい、ではこの3つのインジケーターの挿入方法についてから説明していきましょう。まず短期移動平均線ですね、挿入していきます。挿入タブからインジケーターを選択、その中のトレンドからムービングアベレージを選択して挿入します。はい、無事に移動平均線挿入することできました。次は CCI です。画面左上の星型ナビゲーターをクリック、その中のオシレーターからコモディティチャンネルインデックス、こちらを選択して挿入。はい、無事に CCI も挿入することができました。 CCI の見方としては、0ライン以上であれば上昇傾向、0ラインより下にあれば下降傾向として見ることができます。そして最後フォースインデックスです。同様左上星型のナビゲーターを選択、その中のオシレーターからフォースインデックスを選択。はい、フォースインデックスも挿入できました。勢力指数といって、買いと売りの勢力の強さを表してくれています。それぞれ3つのインジケーターの挿入方法はこちらで以上です。はい、続いて今回の手法のエントリーポイントです。今回のこの手法は M5 となるので推奨は5分です。まずハイエントリー条件ですね。エントリー条件は全部で3つ、赤い縦線引いてある継ぎ足でエントリーポイントとなります。まず1つ目、短期移動平均線によるゴールデンクロスを確認。ローソク足が短期移動平均線を下から上に抜けてきたポイントを確認というのが1つ目の条件です。そして2つ目、 CCI が0ラインより上にあることを確認。上であれば問題ないのですが、ちょうど超えてきたポイントの方がより期待値は上がります。こちら2つ目の条件です。そして3つ目、フォースインデックスですね、見ていきましょう。こちらも0ラインより上にあることを確認。上であれば問題はないのですが、 CCI 同様超えてきたタイミングの方が期待値は高いです。こちらの3つの条件が揃った継ぎ足でハイエントリーをかけていくという形になります。根拠についてお話しすると、移動平均線はゴールデンクロスが起きている、この後価格は上昇していくという判断になります。 CCI は0ラインより上にあるということは
は上昇傾向だと判断が可能です。そして放水インデックスもゼロラインより上にあるということは上昇傾向と判断ができるんです。はい、では続いてローエントリーの説明です。こちらもすでに赤の垂直線引いてる箇所がエントリーポイントです。ローエントリーもハイエントリーと同じくエントリー条件3つです。ハイエントリーと逆となるのですごく簡単です。1つ目は短期移動平均線によるデッドクロス確認してください。ロスク足がこのように短期移動平均線を上から下に抜けてきたポイントのことです。続いて2つ目の条件がCCI がゼロラインよりも下にあることを確認しましょう。ハイエントリー同様ゼロラインより下であれば問題ないのですが、できればゼロラインをちょうど下回ってきた時の方が期待値は上がります。これが2つ目の条件です。そして最後3つ目です。放水インデックスが同様ゼロラインより下にあることを確認します。こちらもできればゼロラインをちょうど下回ってきた時の方が期待値は上がります。はい、これら3つの条件が揃った次足で勝つことできております。そして根拠なのですが、 CCI がゼロラインよりも下にあるということは下降傾向だと判断、同じく放水インデックスがゼロラインよりも下にあるのでこれも下降傾向にあると判断可能です。根拠も固く、かなり高い勝率を出すことができると分かっていただけたかなと思います。ぜひ一度この手法を活用して取引を行ってみてはいかがでしょうか。はい、ここまでハイエントリーとローエントリーについてお伝えしましたが、いかがでしたでしょうか。エントリー方法に関しても簡単ですし、勝率も高い手法ということが伝わったかなと思います。ずっとチャートに貼り付いているのはしんどいので、今回の手法を活用し資金をできる限り大切に増やしていきたいという方はぜひ活用してみてください。ただ動画の冒頭でもお伝えさせていただいた通り、設定数値がとっても大切になります。適当な数値入力したり誤った数値入力してしまうと、今回紹介させていただいた手法は成立しなくなってしまいますので、そうならないためにも今回紹介している手法の設定数値に関して私の公式 LINE にて限定で共有させていただきますので、概要欄に貼ってあるリンクから私の LINE を追加していただき、キーワード親子丼と漢字3文字で送ってきてください。すぐに数値を伝えさせていただきます。はい、ということで本日の動画いかがでしたでしょうか。簡単にまとめますと、ハイロー5分足、使用するインジケーターは短期移動平均線、フォースインデックス、 CCI、 特におすすめの通貨ペアはドル円となっております。今回紹介した手法以外にも投資やバイナリーに関してわからないことがあれば、絶対にそのままにせず概要欄から私の LINE 登録してどんなことでも聞いてきてください。バイナリー以外でのメッセージでもどしどしお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。